ロッキーリナックスは、レッドハットエンタープライズリナックス、オペレーティングシステムのソースコードを使用した互換性を持つように設計されたリナックスディストリビューションである。このプロジェクトは、コミュニティがサポートする商用環境にも本番環境にも対応したオペレーティングシステムを提供することを目的としている。ロッキーリナックスの最初のリリース候補版は2 0 2一年四月三十日に、 公開され、正式版は2021年6月21日に公開された。2020年12月8日、レッドハットは、レッドハットエンタープライズリナックスの本番用、ダウンストリームバージョンであったセントエスの開発を中止し、セントエスストリームの開発に注力すると発表した。これにより、セントエスの創設者である、グレゴリー・カーツァーは、 セントエスの初期の目標を達成するためのプロジェクトを開始すると発表した。ロッキーリナックスはセントエスの共同創設者であるロッキー孫にちなんで名付けられた。12月12日にはロッキーリナックスのコードリポジトリは GitHub のトレンドトップになった。2020年12月22日、ロッキーリナックスのコミュニティマネージャーのジョーダン・ピスネロは 最初のリリースの目標を2021年3月から5月のどこかと発表した。2021年1月20日、テスト用のレポジトリが2月中に公開され、リリース候補版の2021年3月末公開が目標と発表された。しかしながら、その日程は少し延期され、2021年4月30日に最初のリリース候補版が公式にリリースされた。 2番目のリリース候補版はバージョン8.4であり安定版リリース前の最後のリリース候補版として2021年6月4日にリリースされた。2021年6月21日ロッキーリナックス8.4の正式リリース版がグリーンオブシディアンというコードネームでリリースされた。ロッキーリナックスプロジェクトはアマゾンウェブサービスやグーグルクラウドなどがスポンサーとなっている。 ありがとうございます。